新田片付き、徳川ミュージアム所蔵。新田片付きは、奈良芝、初花と並んで、天下三片付きと呼ばれた茶木の一つ。等性、高さ 8.5cm、後傾 4.5cm、同径 7.7cm、定径 4.5cm、重さ 120g。初花に比べ銅が張っているため全体に丸みを帯びて、おり、投げ型である。当初は、 海松色の釉薬がかかっていたとされているが、大阪の陣で被災したため今日の姿は光沢のある黒褐色となった。水戸徳川家伝来の陶製茶入れであり、古来大名物として名高い茶入れで、中国の南宋、または元時代の作と推定される、重要美術品認定、十香から三吉周三へ渡り、後に織田信長の所持となった。本能寺の変後。 大友宗麟を経て、豊臣秀吉の所持となり、大阪城落城後、徳川家康の命を受けた主の藤重藤本、藤岩夫氏が被災した神殿のかけらを探し出し、漆で次修復して、家康に献上、一時、徳川宗家所有となる。家康は、自身の十一難で、三戸徳川家の祖となる、徳川よりふさに神殿を与え、以後三戸徳川家に伝わった。 現在、徳川ミュージアム所蔵。受講以前の所持者と名の由来は、はっきりしていない。歴史家の桑田忠隆は名について、新田義貞が所持していたことに由来するのではないか、という説を唱えている。ありがとうございます。